ゃないし、あと冗談でもないし、真面目に考えた結果だし。あのね、いい？お兄の体でマナの影響を大きく受けているのはどこ？そう、お兄のチンコだよ。つまりそこから放出される精液にもマナが含まれている可能性があると思いませんか？であるならば、精液からマナを補充できる可能性もあるのではないか。妹はそう考えたわけです。どう？どう？私天才じゃない？お兄、さすがにその言い方はひどくない？傷つくんだけど。でもさ、一応試してみてもいいと思うんだよね。もしかするとより効率的な補充かもしれないし、少なくとも絶対にありえないとはお兄も断言できないはず。それにさ、これからさ、本格的に新学期も始まって二人で過ごせる時間も減るだろうしさ、私お兄にまた気持ちよくしてもらいたいなーって。ダメ？お兄ちゃん。お兄だってさ、吸血される痛みより気持ちいい方がいいでしょ？あ、兄